絶対に負けられない戦いがここにはあるということで、今日はですねソイ6にあるビクトリアインというですね、ホテルの中の1階のバーに来ておりますけども、こちらでですねホットドッグチャレンジができまして、巨大なねホットドッグをね食べるというですね、まあ、チャレンジものがあるんですけども、数々のね挑戦者が挑んできて、なんとねただ一人だけ今のところ制覇した方がいらっしゃってですね、その方がなんとあのパタヤチャンネルのりょうたさんなんですよね。今日はですねそのパタヤチャンネルのりょうたさんを打ち負かすためにですねここにやってきました。まあ、パタヤチャンネルのりょうたさんね、もうパタヤではもうナンバーワンということですけども、今日は僕がパタヤナンバーワンに返り咲きます。ということで今日はスペシャルゲストをお呼びしております。こちらの方です。こんにちは、パタヤチャンネルですよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、パタヤチャンネルのりょうたさんがディフェンディングチャンピオンとしてねこちらに今来ていただいておりますけども、パタヤチャンネルのりょうたさんですね、動画あのこちらに貼っておきますけども、29分59秒、こちら30分の時間制限の中29分59秒で食べきっております。本当にギリギリだったんで、はい、今日僕はその記録を塗り替えます。目標は、目標ですか、まあ亮太さんに5分ぐらいは差をつけたいなと思っておりますけども、これで僕がパタヤナンバーワンに返り咲きました。今日はその様子をご覧になってください。亮太さんからの、ね、アドバイスでケーキ漬けにねちょっとウイスキーを飲んだ方がいいということで、そうですね、ちょっと酔っ払いながら食べた方がちょっと満腹中枢をバカにして、はい、ということでちょっといっぱいいただきながらやりたいと思います。僕は一応ビールを飲みながら観戦してます。はい、偽物じゃないんだぞこれは応援団なので、はい、セコンドで元チャンピオン、いや元チャンピオンって言っちゃったセコンドでチャンピオン、現チャンピオンの亮太さんが今来てもらってますのでおーマイガーこんなでかかったでしたっけちょっと待ってこれ、ちょっと待ってこれ食ったんすか。これ食ったんですね。おかしくないですかちょっと長州さん、コンディション大丈夫ですか。まあこんなん余裕ですよ僕に固めたの10分ぐらいじゃないかな What cut for? I can give you time for cut before あ優しい、okay, okay. そんなことなかったのに、ちょっとあの最初に切る時間をねくれました。これ30分に入らないっていうことで、はい、これあれですね、もう25分じゃなくてもう23分ぐらいでクリアしてもらわないと。確かに先に切った方がいいと思いますね、これ多分噛み切れなくなってくると思うんで、うん、OK、これぐらいにしといて、あとは最後余裕で食いますんで、うん、大丈夫だと思います。まあでも噛んでる時に切れるんで、はい、1、2、3、スタート。スタート頑張ってください。 30 minutes OK。うまいっすよね。おいしい、普通に美味しいホットドッグですよ。味濃いっすね。そうで、パンも結構硬いのかなと思ったら、うん、意外と柔らかくて美味しいパンなんで、うん、すごい食べやすいんですよ、ね、そうですね。でソーセージも結構味がちゃんとついてて美味しいんで、うん、まあ、難関はこのポテトですねこれがなかなか強敵なんで、いや、うまい。具もいっぱい入ってるんで、そうですね、美味しいですね。あ、飲み込めないもう30分あれば結構僕余裕だと思うんですけどね。僕もそう思いましたそれがなかなか後半ほんと入ってかないんで、ペースめちゃめちゃいい気がしますね。もうこうやっぱいけそう。ごめんなさい、あの余裕でフレッシュしちゃったら申し訳ないんです。なんか今のコメントはちょっと最後の方にもつけといてもらってどうなってるか楽しみですね。最初はやっぱ美味しいし、うん、全然進むんですよね。もう半分ですね、半分超えたところからが急に厳しくなるんで、
だからもう満腹中枢がいっぱいになる前にできるだけ早く行った方がいいですね。まだ3分半なんで、うん、余裕ですね。10分で行けんじゃないですか。まあそしたらね、他の人かわいそうなんで。これ20分切ったらちょっとやばいですね。パンも意外と柔らかくて、そうなんですよね、うん、食べやすいんで、なんかもっとフランスパンみたいな硬いやつかなと思ったら、本当にホットドッグの美味しいパンで、これを特注して、うん、ね、2日前とかに予約しないとチャレンジできないんで、これ多分3人とか4人で食っても全然美味しそうだから、うん、あのチャレンジしなくても全然ありですね。確かにこれ食べに来るのって、うん、非常に美味しいです、うん、ソーセージもこれ何本入ってるんですかね。なんか10本ぐらい入ってそうな気がするんですよね、うん、あ、そうそうそう、ミンチみたいなサルサみたいな、うん、水飲むとパンすごい入ってくるんですよね、うん、だけど前半であまり水飲みすぎちゃうと、もうお腹が膨れて後半ダメになると思ったんで、僕は前半はもう極力水飲まずに、でも本当最後のラストスパートでもう水で流し込むっていう感じで、でまだ6分ちょっとしか経ってないんで、はい、このペースちょっとやばいですね。まだ腹2分目ぐらいです。おお、じゃあ腹食べ終わっても腹4分目ぐらいで終わっちゃうんじゃないですか。もう1本追加しますね。いやいや、それ大丈夫ですよ。あ、でも僕よりペース速いかも。わーお、よく、うん、お、やっぱりびっくりしてる。お店の人もびっくりしてる。Just only 10 minutes. Only 8 minutes. Yeah, only 8 minutes. 8 minutes. You eat half? Mm-hmm. Wow. あと結構味が途中で飽きてくるんで、うん、まあタバスコかけたりとか、ね、塩とか、ポテト塩かかってないんで、あ、もう食べるときは塩かけて食べましたね。まだ全然余裕ですよね。全然余裕ですね。やば。めっちゃお腹空いてるから、目の前にあったら食べたくなっちゃう。手が出そう。ちょっとお店の人がびっくりして、みんなにまだ10分経ってないのに半分以上食ってるよってちょっと今言いに行きましたね。業務連絡越しに。多分過去一のペースじゃないですか、ね、これギネス記録出します。やばい。ちなみに僕朝フィッシュ&チップス平らげて食ってます。食わない方がいいって言ったのに。なんかビールも飲んでなかったですか。ビール3杯と多いですよね。なんか西洋人に飲まされたんですよ。おはようございます。ということでね、これから朝食をね食べていきたいなと思っているんですけども、西洋人のね、まあおじさんおじいちゃんみたいな人たちがね、なんかもう管巻いてビール飲んでるみたいなね、通りになってるんですよね。カウンターに座ってるですね、ローファランの方々にですね、ビールとウイスキーごちそうになっちゃいました。 Thank you, cheers. All the best. Yes, cheers. とりあえずね、一杯入れろということでいただいてしまいました。サルーサルー。 One more?ビールいっぱいあるんですけど、ガンガン運ばれてくるんですけど、全部なんかごちそうしてやるからお前も一緒に飲めと。まだ朝ごはんの時間だって、何してんだよ。いただきます。はい、そう、朝からビール飲んでんなと思って、で、フィッシュ&チップス。もうチャレンジする人の朝食じゃないんですよね。いや、さすが。やばい。あと20分。10分経過です。やばいな、普通に食えちゃうの、これ。まあ、でもいきなり来るんで、いきなりお腹が。おお、余裕だ。全然まだ。いつ来んのかな、そんな瞬間が。俺にそんな瞬間来んのかな。ザードの負けないでよ、ちょっと自
分で用意して、あーいいですね、最後やろうかと思ったんですけど、はい、余裕ですね、ちょっと多分普通の人このポテトだけでお腹いっぱいになると思うんですよね。あと18分これ横に切らないと縦に切った方がいいですね。まあ、普通そうですよね、うん、これなんでおしゃれに斜めにしたんですかおしゃれに斜めに切ったんですね。食いづらいまだ余裕ですか。余裕ですよ、まあ、余裕ですか、まあ、まだ15分経ってないですからね、うん、もう半分は確実に超えてるから、これ DK さんがクリアしたら日本人だけしかまだねクリアしてないっていうのが継続で、だから日本人の方はじゃんじゃん来てちょっとトライしてもらいたいですね。全然味変しなくても余裕ですか。そうね、まあ、ちょっと味変しようかなと思います。ケチャップとタバスコ塩ぐらいが多分いいのかなっていう感じです。でこれを持ってきた時の衝撃がやっぱすごいですよね。僕もなんか余裕でしょって最初思ったけど、これ見た瞬間にこれやべえと思って大ボスこれ食うのみたいなイメージと全然違ってましたね。多分これ写真とか映像で見るよりも実物を見た方がすごい、ちょっとびっくりしますよね。まあ余裕ですけど残り15分、15分、もう余裕で、もう3分の1ぐらいですかね。うん、あと3分の1ぐらい味変します。あの僕最後ソーセージがきつくなるかなと思って、ソーセージ先に食ってあとパンは流し込むみたいな、そんな作戦もやりましたね。まあでも余裕そうですからね。まだ全然お腹は全然入りそうですよ。うわめっちゃうまそう。うん、ホテル朝食の安いソーセージじゃなくてちゃんとなんか輸入したソーセージみたいな感じで、うん、朝すれば昨日秀夫さんにもらったパンも食べましたがっつりじゃないですか。ちょっと大食い勝負しようかなとか思ったけどちょっと自信なくなってきましたねこのペース見てると。わーおすごくでお店に写真が貼ってあるんですけど、その、まあ、写真 NG の人もいるんで、で20人やって僕だけだったんで、そうですね、はい、ひどい人はもう本当3分の1ぐらいしか食ってない人とかいたんで、ね、チャンピオンボードに亮太さんの写真が、はい、あのこの店来たら僕の写真が飾ってあるんで1人しかいないんで今のところそうですね、もっと増えたらどれが僕か分かんないんですけど、うん、僕しかいないんでぜひあの見に来てください。そうですね、まあもう今日でその写真はもう僕が引っぺがしますけどね。いや剥がされないでしょ、うん、まあでも僕の上にちょっと貼っつけてやる、貼っつけられたらちょっと嫌ですねあと12分に来た感じですね。あなんかペースいいですね。えこの後ラーメン食べに行きますよ、終わったら。あのムーカタ行きますか。ムーカタいいですね、うん、ムーカタ行きますか。まあ普通の人ここまでも絶対食べれないんで、うん、ここまで食べるだけでも相当やばいですからね。You can see that I have a little. Then start again 5 minutes later. 敵からのアドバイスは聞かない方がいいですね。だから5分ゆっくりしてから食べたらいいんじゃないみたいな。でこれ500バーツなんですけど、これが無料になって、さらに500バーツをプレゼント、現金くれて、さらにちゃんとの宿泊券もらえるから。そうめっちゃいいですね。お得ですよ。もうちょっとあれですか、お腹にきましたか。いや、あのなんですかね、入っていけなくなりますね。あほとんど水飲んでないですもんね。そうですね。すげえ、こんだけですもんね。ウイスキー飲んでるぐらいで、もうこっからがちょっと気合いですね。あれちょっとなんか。雲行きが怪しくなってきてないですか。まあ、さっきの地震はまだあれ、まあ、緩んでないですよね。先ほどの店員さんのちょっとアドバイスも聞き入れながらちょっとゆっくりしながら木のアドバイスも。これは多分僕とかなりいい勝負なゴールになりそうですね。4、7 minutes, he can finish.
ちなみに最初に宣言した25分まではあと1分半ですね。時計壊れるまで。いやいや、時計のせいにしだしました。ほぼ笑顔はない感じですね。いいですね。おお、残り5分。よしよし、こっから行きましょう。気合い入れる、うん、あのカメラマンとして僕 の, あのメンバーシップの方に来ていただいてるんで、ゆきのさんザードの負けないで歌ってもらっていいですか。おお、いいですね。引っかかりませんか。大丈夫です、ただ大丈夫です。ふとした瞬間負けないで、もう少しゴールは近づいてる、どんなに離れててもゴールはどこにいるわ。歌ってる余裕はないですか。もうすぐ4分切っちゃいます。あと4分。桜吹雪の I can do it, you can do it, you can do it. 3分50秒。3分50秒、本当にもうこっからガチでいかないともう無理ですよ。 I'll never eat a French fry again. 、うん、このフレンチフライが結構強烈なんで。あれ、1本ずつしか食わないんですか。あと3分20秒。まだいける、まだいける、まだ余裕ですね。僕も多分これぐらいの時間の時はあーもうちょっと無理かなって思ったんだけど、それちょっと挽回しました、ね、マイクさん、ちょっと今日多いんじゃないの。マイクさん、ちょっとリカさんのまま、リカさんのまま、じゃないの。あと2分15秒。止まってますよ、止まってますよ、DK さん。No? クロックン。You want 10 minutes more? こんなところで負けられるわけないんだよ。1分40秒。おお、ラストスパート。パタヤチャンネルに負けられるわけあるかも。いけるいける、あと1分10秒。口の中に入れちゃえば OK なんで、飲み込まなくても。あと45秒。8 7 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 8 7
果を確認してみますか。食べきりましたね。余裕ですよね。なんか目が開いてないんですけど。じゃあ感想を。まあ、うん、パテはナンバーワンは譲りますよ。ありがとうございます。死守しました。あーきつい。これ食ったんすか、りょうた。そうなんですよね。失敗よ。そうだね、グッグッて。この写真はルーザーの方に貼られます。 It's a good attempt. I would say you're probably about the second best, maybe third best. Oh, really? チャレンジャーの中で2番か3番目ぐらいだったそうです。ということは僕は2番ですね。僕はパタヤ2番ということでよろしいですか。 Open your eyes. マジか、こっからこれいけたんだ、最後。こっからが辛いんですよね。だからこれ1個もあと口の中入れられないと1本も。そう、ポテトがまた強敵なんですよね、これ。
残念でしたね。いけると思ったんだけどな。いや僕もなんかここまで行った時は、うん、あ、いけると思ったんですけど、うん、あれもしかしたら本当にいけちゃうぞと思ったんですけど、うん、2割とか言ってましたからね、半分ぐらい行って、うん、いや本当にでもお腹はお腹まだなんかあと1時間ぐらいしたらラーメンは食えるぐらいお腹はそうなんですけど入んないですね、胃袋の中にも。なんか見てるだけで胸焼けしそうで本当ですよね。はい、ということで大変失礼いたしました。余裕だなんて言ってましたけども全然余裕じゃなかったです。ちょっと最初に何て言ってたかちょっともう一回ね巻き戻してみたいですね。ごめんなさい、あの余裕でクレッとしちゃったら申し訳ないです。なんかごめんなさい、あの余裕でクレッとしちゃったら申し訳ないです。なんかはい、申し訳ございませんでした。りょうたさん、あなた化け物が本当にこれ食い切ったとかありえないでしょう。今食べ終わって他のギャラリーと一緒に食べててもまだ食べきれてない量なのに、これ一人で食ったって本当ですか。やばかったですね。あのあと何日間かもう食わなかったんですか。いやもうその日はもう食べれなかったですね。ああですよね。パタヤに来た際にですね、ぜひ僕らに挑戦してみてください。いや僕らじゃなくて僕ですね。僕らじゃないですね。いや本当にちょっとね、我こそはという方いらっしゃいましたら、うん、チャレンジしてみてください。そして次僕がまた来た時に隣にね、りょうたさんの隣に写真が貼ってあったらおーっていう風になりますので、ぜひ日本人の方挑戦者求むでお願いいたします。りょうたさん、大口を叩いてしまって大変申し訳ございません。お疲れ様でした。信用して出直してきます。はい、出直してください。いやちょっとちょっと作戦考えてちょっとまた挑戦したいと思います。